村に長戸から入って、さあ水沼へ、水沼から中に入れられた、押し込んだ、やさる決め抜いて、スイッチをします、折り返しの山岸、こぼれた、先制福岡、折り返しからいい落とし、山岸からルキアン、前島じゃなかったですかね、ここ入ってきて、はい、まあ、左足で優しいボールファーサイドを上げましたね。まあ、ここ山岸もうまく落としましたし、ルキアンも詰めてましたね。FC 東京少し振られたことでね、あのもうマークつけなかったかなとは思いますし、まあ、装備君にとっては難しい対応になりましたね。はい、ただまあもう一度渡辺、松木、フリックをして今野、コントロール、左足正面、こぼれ球にレアンドロ、東京追いつきます、1対1。いや、松木のフリックですかね、はい、ボールの強さ的には強かったと思うんですけども、ここでうまく松木が触ることによってボールの勢いなくなりましたし、まあ、長石も一旦止めたんですけどもね、レアンドのシュートに対しては少しディフレッション入りましたので難しくなりましたが、ただレアンドロも入って早々ですけども大きな仕事しましたね、コースを狙ったシュートが宮の足に当たっています、うん、ゴールに向かうボールです、今野左足、キックでした、すごいですね、このちょっとアウトにかけたのもイメージしたんじゃないかというぐらい、狙いすまして、あ、コナックのねこぼれですけども、これだけ時間あると多少力むんですけども、うまくこう振り抜きましたね、おそらく体を倒しながらアウトですかね、サイドうまく引っ掛けてボールがゴールキーパーから逃げていくような形ですね、うん、いやーすごいゴールですね、はい、完全に逆をつきました、福岡追いつきます、ファンマシーズン初ゴールで2対2、いや落ち着いてましたね、奪えてませんでしたから、このゴールっていうのは本人にとってものすごく大きなゴールになるんじゃないかなと思います、はい、ソービクの動きを見て右隅に流し込んだファンマ、やさる決め抜いて、高島アントラーズ前半のアディショナルタイム先制に成功しました。まあこのボールの質ちょうどね間入ってきましたし、まあ、三沢が引き出して間入ってきてっていうことですね、いいボールが入りましたし、素晴らしいキムインテのボールでしたね。187センチ、今日の鹿島の中で最も高さのある男が決めました。川口マテス・サビオ左足で入れました、おヘディング、結果を出しました、武藤交代的中、背後からゴールに迫りました、武藤龍樹、まあ、ポジションも良かったんですけど、やっぱり最初はスローインですよね、はい、でスローインからというのはやっぱ集中というのがすごく難しくなって結構ゴールが生まれるんですけど、まあ、これも本当に見事な
クロスからヘディングで、この前にねこうちょっと一旦ブレイクがあったじゃないですか、はい、決めました。手に当てた佐々木、ただ力強さが勝りました。エメラルド1対2、鹿島アントラーズ再び1点のリード。まあ、ちょっとイン気味ですけど、まあ、思い切って蹴りましたね、まあ、佐々木も触りはしましたけども、パワーに押された感じですね、はい、右サイド次第です。山田風紀クロスが抜いたか、宇田が宇田が決めました。良かったですよね、はい、ここで一瞬マークがフリーになってしまったんですね。あ、素晴らしいゴールですね、はい、自ら押し込んでいきました。一度は菅野にシュートストップを許したんですが、自ら冷静に決めていきました、まあ、うまく相手のディフェンスから視野から消えましたよね、はい、触れば得点というボールを蹴ることができます。高見に落とした、いったいった、菅野ミドル、札幌追いついた、10人の札幌追いつきました。ディフェンス多いのでキーパーも見えないんですね。足の横ですか、うまく足を避けましたよね。あ、じゃあキーパー見えないですね、完全に利き足ではない右足でうまく打ちましたね。いや、よく抑えたシュートでしたね、はい、中野も2メートルあります。そしてボールだ、シュート、クロス相手に決めました。宮吉京都が少し、このワンタッチが効きましたね、いいとこ言いましたね。このワンタッチが本当にこう宮吉が、ね、狙ってましたね、間でファーストタッチでもうシュートを打つところを置いてるんですよね、はい、これでゴールが見えてますから。セットプレーは右であればその満田、左は野津田、満田でいきます。ゴールに向かうボールが入ってきた、荒木、満田荒木アカデミーコンビで仕上げました。サンフレッチェ広島先制、セットプレーからドンピシャ荒木隼人。まあ、この、まあ、フリーキックのボール、満田選手の、まあ、ゴールに向かうこのボールも非常に質の高いボールでしたし、まあ、ファーサイドで、ね、しっかりと荒木選手も、まあ、ゴールに、ね、ねじ込みましたから、まあ、ゴールキーパーがなかなかこう出にくいところに、まあ、満田選手が、ね、素晴らしいボールを蹴りましたよね。点も取ればアシストもします。39番満田誠、合わせましたアカデミーの大先輩荒木隼人。野津田ゴールに向かうボール、うん、いやー佐々木翔、野津田のボールニアでコースを変えました。佐々木翔今日セットプレーで2発、今季の広島はこれがあります。飛び道具2対0。まあ、これだけ、ね、鋭いボールが入ってきましたし、まあ、先に、ね、こうニアサイドにポジションを取って佐々木選手入ってきてますから、まあ、ここはなかなかジュビロとしては、ね、防ぎようのない
まあ、失点に、ね、なってしまいましたよね。野津田の鋭いボール、ニアでドンピシャヘッド、佐々木翔。まあ、先ほども、ね、塩谷選手から佐々木選手の、まあ、ボールスピードですよね、まあ、ストレートのブランダ の、ね、あのパスを、おっと入れ替わって森島、一瞬の隙を仕留めました背番号10森島司。大きな大きな追加点、3対0広島です。まあ、ここで森島選手が少しプレッシャーをかけて、この長いボールに対して塩谷選手がまあ、クリアしたんですけど、まあ、ここでね少しジュビロの選手の足が止まってましたよね。森島選手も落ち着いて、まあ、流し込みましたから、まあ、ぽっかりとね空いてしまいましたよね、中央のスペースが空いたセンターライン、ワンチャンス。福岡との対戦したここはもうかなり難しかったですし、はい、前節もそういった意味ではちょっと相手が動いた時に捕まえきれないところがあったんで、まあ、そこはやっぱりうまく合わせながらこの 4-4 にうまく使っていくということが必要なんですね。レオセラからさあ西村だ、先制横浜 F マリノスです。開始10分ゲームが動きました。いや一瞬でしたけども、はい、ここはやっぱ外から斜めのボールで清水の最終ラインの前に進入はできてるんですよね、はい、で西村に関してはトップ下なんですけども、やっぱりストライカーの選手だっていうところの動きが入れ替わりのところでこう前に出れた時に良さとしては出てると思いますので、まあ、今の場面も呼吸もぴったりでしたし、あのらしいフィニッシュだなと思いました。水沼の落とし、チアゴサンタナプレスバック、そこでボールを奪った、チアゴサンタナボールを持っていく、左打ち技、右のこの神谷が、神谷抜けて、神谷来た、すぐさま同点に追いつきます清水エスパルスです。1対1、まあ、F マリノスからするとうまく中盤で前向き作れた時に少しゆっくりしてしまったんで、チアゴサンタナに後ろから捉えてしまったと、まあ、清水からするとよく戻って取ったところがカウンターがうまくあの作れましたよね。まあ、抜け出しからの最初のコントロールの神谷すごくうまかったと思いますし、はい、最後キーパーを見た上で冷静にシュートは打ってますね。宮本のところついてるんで、はい、シェアラが1対2になってるんですけど、まあ、そこをドリブルで一つ持ち運んだときに状況変わったっていう良いセンターバックのドリブルでしたね。西村に長戸から入って、さあ水沼へ、水沼からだ、押し込んだ、前半のアディショナルタイム F マリノスに追加点。これはすごかったですね、一瞬でしたね。はい、やっぱ斜めが入りましたね、はい、斜め入ってそこから逆まで持ってって、あとはクロス上げた瞬間のセアラの位置ですか、結構、まあ、際はギリギリのところですね。まあ、構えた清水からすると外から斜めのボールで中盤の背後を持ってかれた時に少し不利になりましたし、どんどんどうしてもボールサイド側に絞らなきゃいけないので、山原から前線のチャゴサンタナへ、このこぼれ球、さあ白崎浮かして、ここに神谷が走る、中にはチャゴサンタナ、さらには白崎美も入っていく、縦に神谷持っていく、こぼれ球チャゴサンタナ、後半開始早々追いつきます清水エスパルス、チャゴサンタナのゴールです。シンプルに背後っていうところは、まあ、かなり徹底した部分があったと思いますし、はい、まあ、戻る F マリノスの選手より今先に深い位置まで入った部分も良かったですし、あとは仕掛けたこぼれのところですね、良いところにサンタナがいたなと、最後角田ですかね、体は投げ出したと思うんですけども、当たったボールがそのままゴール後に向かってたかなと思います。清水は大きな得点でしたね、はい、はい、
長戸はよく内側に絞ってタックルで止めたんですけど、はいねはい、そこの後のこぼれのところ清水が先に狙ってましてね。あレオセアラ狙った、またすぐさま1点リード、見事なゴールです。レオセアラ今日自身2得点目、これはすごいシュートでしたね、うん、角度でいうとあのファーサイドに巻いたボールをね、はい、ちょっとスローインの後のプレーがずれましたよね清水はね、うんまあ、どちらにも狙えそうな場所ではありますけど距離もありますし、まあ、あえて、ね、近い方を狙ってボールは蹴ってるんですが、うんまあ、ボールスピードがないとここどっちみち抜けないなっていう場所でもありますので、まあ、体の向きの作り方とボールスピードとボールが落ちた場所、そして水沼ここに岩田が入っていく、ついていっていますが、ここは宮本ですか、うん、岩田強いですね、岩田から中水沼へ、水沼から西村、また水沼、水沼前田、いやうまい、でした、はい、これで2対4、清水が同点になってからあっという間に2対4になりました。まあ、岩田の運びから、ね、始まった部分もあるんですけども、そこで深い石取って水沼に戻して、まあ、1人間側に人がいる中での飛び出しなんですけども、でセアラがいて、セアラが解いたところに水沼入ってきて、こうなってくるとなかなか守備側はどこだっていうのが定めづらくなりましたね、はい、いいことでしたね。ハイボール、このセカンド中川、この落としにエドワルド、長戸からグラウンダーターンをして、うまい、いやうまい、宮市さらに追加点、横浜F・マリノス、これで5得点目。これもまた非常に難易度の高い、うんまあ、早い動きの中での、ね、状況の把握と、うんまあ、ボールコントロールと、ここですね、反転しながら股間を抜く形の折り返しにはなっているんですが、まあ、これは反射的なものかもしれませんけども、非常にあのレベルが高いと思いますし、岩谷からのこのボール抜けていく、片山押し込めるか、押し込んだ、1点返しました清水エスパルス。観客の中、まあ、ずっとハードワークしてきたながらよく最後までここまで片山も走ってますね、うん、セットプレーから12ゴール12ゴールは1位です。ここは まさに前節ね、モーベルのセットプレー一発で勝ってますから、はいすねはい、サッカーってそんなもんですからね。なるほど、はい、ここはガンバのいいカウンター、坂本ワイドに出します、しっかり粘りました、サイドチェンジ、斉藤美月シュート、ガンバ先制、日本では2年ぶりのゴール、斉藤が先制ゴールを決めました。東口から始まってるんですけど、ここのドリブルの運びですよ、はい、ここでうまくショルツのスライディングかわしながら、そしてなんといってもこのボールですね、見事なボール、そして胸でのファーストタッチ、もう全てが完璧じゃないですかね、ここの運びは見事でしたね坂本ね、はい、そして今シーズンから加入した石毛、ゴールに決まりましたね。石毛のボールは本当に糸引くようなボールで、胸のコントロール、そしてねコントロールした後にですね、少し西川見ながらですね、まあ逆サイドに、レーター通りですが、ショルツ見事に決めました、1対1同点、ショルツの感情が爆発する、
データ通りでしたけど、ガシ口も読んでましたけど、はい、まあ、ボールにスピードがあったんでね、ちょっと対応しきれなかったですね。まあ、プレッシャーかかるシーンですけど、本当に落ち着いて勝利決めましたね。これでもゲームわからないですよ、まだ、はい、動く可能性ありますからね。ニアには車屋と谷口がいます。パーに小林、脇坂、ゆっくりと動き出してヘディング、谷口、高さがありました、谷口のヘディングシュート。川崎フロンターレ代表センターバック谷口の先制ゴール、セットプレーで取りました。非常に高かったですし、まあ、後ろから飛び込むタイミング、相手のディフェンダーの前で競るっていうところ、まあ、ジャンプの高さもありましたし、タイミングも良かったですよね。この脇坂選手のボール、まあ、ニアサイドを越えるようなこのボール、越えて落ちるようなボールでしたけども非常に良かったですね。しっかりコントロールされた逆サイドのボールでした。鈴木徳馬、マテイヨニチが中央に動き出す。高いボール入れていく、1対1の同点。追いつきました、セットプレーで追いつきました。船木、2試合連続のセットプレーでのゴール。このボールも最高でしたしね、この鈴木徳馬選手からのもうキーパー、ディフェンスともに触れないこの高さ、速さっていうところ、この回転を触れば1点っていう、このボールは本当に最高ですね。状況ではかなり苦しいかもしれませんが、さあセットプレーからヘディング、パナリッキー、2対1、パトリッキーが当てました。貴重な貴重な、また鈴木選手からのね、ニアへのボールですけども、まあ、ここうまくゾーンの間に入り込んで、チョン・ソンリョも手を当ててるんですけどね。いや、そうですね、まあ、ここニア越えていくこのボールがね、本当に再三いいボール上がってますから、ここに飛び込んで首を振ったという形ではありますけど、まあ、よくねしっかりと当ててミートしながら、もう神戸がかなり押している。足元、山川からのボール、武藤、ようやくこじ開けました、ヴィッセル神戸が先制は武藤のヘディングシュートで対峙。まあ、ボールコントロールした時に、まあ、ボールホルダーに対してこうプレッシャーがいけなかったのと、まあ、ファーサイドのところでキーパーがやっぱ出にくいところにボールうまく入れれたってところ、こうもうちょっとこうボールホルダーのところに入れたと思うんですね、トスからすると。だからこれやっぱ武藤が入って、まあ、大迫も入ったことによって、はい、やっぱこう2人がヘディング強い選手が入ったことによってここも空いたと思いますし、まもなくアディショナルタイムに入っていきます。佐々木、アディショナルタイム5分目安、武藤、もうこれは大きな2点目、またしても武藤です。やはりチームの窮地を救うべくというこのストライカーの活躍、武藤で2点目、0対2。ここのサイドのところでフリーになった状況で、まあ、武藤がこう田代が少しボールウォッチャーになって大迫を意識したところで、まあ、武藤がフリーになって、まあ、これだけフリーになると、ฝากติดตาม กด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notifications